マンケーキさんをやったのはお前たちか。入ったよ。仇は取ったぞ、マンケーキさん。クリエイターサポートはマイチャンネルによろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ジャンピングはい、今日はですね、シーズン終了間際の恒例ですね、エキゾチック縛りをですね、やっていきたいなと思います。まだバーゲンセールウィークは来てないんですけれども、ちょっと一足先にやりましょうということで、とりあえずこの気球のこの小屋ね、クリスマスキャビンになるこの小屋、ここからですね、武器だけ集めて、あのラマハウスにいるラマちゃん倒して、チャグキャノンだけ先に手に入れたいなと思います。ラマは敵じゃないので、エキゾチックじゃなくても OK とさせてくださいね。で、今シーズンのエキゾチック武器はダブとブームスナイパー、あとはシャドウトラッカー、この3つしかないんですよね。だから今シーズンって非常に強い武器が多いから厳しいですよね。さあ、ラマちゃんいました。とりあえずスナイパーで一発ノックして、近くに来るな。OK、そしたらこれだけもらって、あと資材回収しての、逃げます。私は逃げます。よし、続いて、うわー結構外れたね。まずはここグリムゲイブルズでブームスナイパー買って、ここの寺院でシャドウトラッカー買うでしょ。で、ロッキーのマンケーキさんまだ大丈夫みたいですね。ロッキーのマンケーキさんが今回は、今シーズンはダブ売ってますんで、そういう感じでやっていきたいなと思います。とりあえずいただけますか。ありがとう。シャドウトラッカー買うよ。まあ今シーズンあれでもね、鍵チェストから入手も可能なんで OK です。あ、間違えたよ。 OK、 そしたら今度はそっちの先目使っていくか。よし、弾もそこそこあるから問題ないでしょう。クロムボルテックス経由してロッキー行きたいけど、ロッキー敵がいそう。こういう気球上にいる人たちをダブだとノックバックで落とせるんですよね。それはすごくいいなと思うんだけど、まあただ自分もね、落ちる可能性があるんで非常に注意が必要ですね。ちなみにマンケーキさんいる？あれ、マンケーキさんいないじゃない？マンケーキさんやられてもうた？それはないで。マンケーキさんをやったのはお前たちか。入ったよ。 OK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 、 ありがとう。よし、敵は取ったぞ、マンケーキさん。やられてるっぽい、出てこない。じゃあちょっと鍵を探さないと、ショットガンないと辛いと思うんですよね。先は出ません。鍵ちょうだい、鍵。いや、来ない。仕方ないか。これで頑張るか。いや、入ってるし。おい、そうそう、マジか。強い。ここは安全にショックウェーブで降りた方がいいかな。開いた。OKOKOK。ナイス、着地止まった。行き過ぎちゃった。OK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 。
オッケー、倒した。あと一人。危ない危ない危ない。やばいやばい、やっちゃった。あーやばいやばい。あー残念。もう一回いきますか。ロッキーに降りてきました。なぜここかというとですね、先にここでマンケーキからダブを購入しないとですね、マンケーキ早々にやられちゃうんですよね。だから早めにちょっとダブ購入して逃げちゃいたいなと思います。ありがとう。はい、ありがとう。マンケーキ、あとクラッシュパッド出たらちょっとありがたいかも。結構これでね、落下死してしまうんでね、とりあえずまともに戦える武器が欲しいので、私はちょっとこのダブではね勝てる自信がまるでないので、まずはこっち行きましょう。先に購入しないと。サンダーバードさんから、いけ。さすがにもう、あ、飛んじゃった。あ、嘘。え、どうなんどうなんのこれ、どうなんの。死んでまう死んでまう。おー、よかった、死ななかった。おー、びっくりした、こんなことあるんだね。とりあえずグリムゲーブルズに向かいます。で、ラマちゃんは？ラマちゃんいない。どこ行っちゃった？マジかよ。逃した。あ、やべ。やめてーや。いやー、ラマちゃん。あ、ラマちゃんいた。そんなことある。オッケー、よし、オッケー。完全にエキゾチック装備になりました。ちょっと一旦離れよう。どこに行けばいい。こっちなのね。そしてあの上は人がいる。やばいやばい、自分で食らっちゃったよ。
どうだどうだこの、おお、あ、違う、買ったのは野生動物。いるのか。オッケー、じゃああっちからやるか。やばい、ああ残念。今日のお題は、フォートナイトでコテ折りする場所はどこ？たくさんのコメントお待ちしております。はい、それではコメント選手権の採用コメント読んでいきたいなと思います。今日の背景はですね、ゼロビルドで9キルクラウンビクロイした時の様子でございます。昨日はですね、動画公開しませんで、一昨日の動画のお題はですね、フォートナイトでよく使う回復アイテムは何ということでございました。まず YouTube にいただきました三浦ケロンさんですね。エイシン君のナイスビクロイ、お父ちゃんの思いです。お父ちゃんの天空良かったです。よく使う回復系は魚系です。昔は回復耐久が好きなので、よく釣ってた思い出があるのと、回復速度が速いからです。次の動画も待ってますといただきました。ありがとうございます。魚系確かに回復速度は速いよね。ポーションとかに比べると圧倒的な速さだよね。ただ持てる数が少ないっていうのがありますよね。続いてこちら LINE にいただきました、青戸さんですね。エイシン君のナイスビクロイ、お父ちゃんとお前。僕はお父ちゃんが天空をやったら絶対お父ちゃんが勝つなと思っていたのに、最後は建築に挟まってすごく笑いました。僕が必ず入れる回復はミニポ6つです。そしてスロットが余ったらデカポかチャグスプを入れます。動画配信お疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。これが僕が一番近いかなと思いますね。基本的に僕はチャグスプだけかな。それでまあ1スロット何も使わないんだったらミニポ入れるっていう感じですかね。あとはもう倒した敵から回復は手に入れるっていう感じかな。続いてこちらも LINE にいただきました、龍騎さんですね。エイシン君ナイスビクロイ、お父ちゃん天空が欲しい。僕がよく使う回復はチャグスプとスラープフィッシュです。クーラーボックスとガソスタで簡単に手に入るからです。これからも頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そうだね、冷蔵庫だよね。あれからスラップフィッシュは出てきますからね。チャグスプも手に入りやすいよね。2回クーラーボックス叩けばポコって出てくる可能性あるからね。そしてですね、今日はもう一つ紹介させてください。こちら YouTube にいただいたんですけれども、なんと初めてですね、スーパーサンクスをいただきました。大好きです、また見ますと宮田さんからいただきました。ありがとうございます。ライブ配信ではね、スーパーチャットっていうね、あの投げ銭があるんですけれども、実はね、普通の動画でもスーパーサンクスという形でですね、誰がいくらこう投げ銭してくれたか見れるようになってるんですよね。初めてね、いただいたんで、まあ、感謝の意を込めてですね、コメント選手権でも紹介させていただきました。宮田さん、ありがとうございます。ということで、今日の動画のお題はですね、フォートナイトでコテ折りする場所はどこというのをちょっと聞いてみたいなと思います。まあ、今シーズンのコテ折りになっちゃうのかな。まあこれまでのコテ折りでも大丈夫です。コメントで教えていただければなと思います。たくさんのコメントお待ちしております。
ということで今回はですね、久々にエキゾチック縛りをやってみました。今まだねバーゲンセールウィーク始まってないので非常にコストが高くてですね、もうあっという間に私のインゴットがなくなってしまったので、もうこれ以上複数武器が買うことができなくなっちゃったんで、これでやめにしますけれども、いや惜しかったね、正直言えばゼロビルドでも挑戦してみたかったんですけども、お金なくなっちゃったんでしょうがないですね。またしっかり貯めてやりたいなと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバイ。